龍塚古墳は、山梨県笛吹市厚代町米目倉にある古墳。山梨県指定史跡。龍塚古墳。東日本最大級の古墳で、古墳時代の5世紀前半の築造と考えられている。県内での古墳の類例は、市川三里町、大塚の鳥居、玄吉根塚古墳、南アルプス市下市の瀬の芋地屋古墳と少ない。甲府盆地南東園の笛吹川左岸にあり、 大型古墳が濃密に分布する、曽根丘陵上の両安寺山と呼ばれる、丘陵丹の標高365メートル地点に位置。一辺は約52メートル、高さは北側で12メートル、南側で6メートル。北側を除く三型の墳丘丹には、幅4.5メートルのくぼみがあり、周行が巡らされていたと考えられている。長く、 本格的な発掘調査が行われていない未発掘墳であったが、山梨県市返産事業を契機とした近年の調査により主体部は粘土床の木管地下層と判明し、縦穴式石室が存在するとも考えられている。墳長部は平坦で一辺は21メートル。墳球には吹石が吹かれ、二段築成となっている。そんで給料では、 盆地南園にあたる甲府市下校山町の米倉山や、同市東山地域で、稀内色の海鳥静河古墳を中心とする古墳群があり、前方後方墳の小平沢古墳から、前方後円墳の海鳥静河古墳、水帯期の円墳である丸山塚古墳へと移行している。一方、丘陵東部の笛吹市八代地域では、長静河古墳と、同時期の前方後円墳である。 岡長静ょか古墳があり、副葬品から、会長静ずか古墳と密接な名誉関係にあると考えられており、従来は、竜塚古墳は先行する四世紀代の築造で、岡長静ょか古墳への移行期のものであると考えられていた。近年の発掘調査により五世紀中頃の、弾木高月が出土し、現在では、会長静ずか古墳から丸山塚古墳への衰退期に、 相当する古墳であると判明したが、依然として円墳が築,が築かれた理由にましては、議論が続いている。その後、八代地域では、造墓地が、根丘陵から、浅川洗浄地へ移り、ホタテ海式古墳の狐塚古墳や、どんぐり塚古墳など、規模の縮小した前方後円墳が分布している。ありがとうございます。